レオポルド・アーサー・ルイス・オブ・バッテンバーグは、ドイツの上級貴族バッテン・ベルク家の公子で、イギリス王室の一員。第一次世界大戦中の1917年、一族と共に正式に、イギリスに帰化して、レオポルド・マウント・バッテンと名乗った。バッテン、ベルク公子・ハインリヒ・モーリッツと、その妻で、イギリスのビクトリア女王の末娘である、ベアトリス王女の間の、第三子。 次男として生まれた。父ヘンリーは、ヘッセンダルムシュタット大公子アレクサンダーとユリアハウケ、白爵夫人との寄戦結婚で生まれた息子で、イギリス陸軍の士官となっていた。すぐ上の姉のビクトリア・ユージニーは、スペイン王アルフォンソ13世の王妃となった。レオポルドは、兄弟の中では唯一、母を通じて、ビクトリア女王から遺伝した、血友病を抱えて生まれた。バッテン。 ベルク家の生員としてはってん、ベルク公子の称号と諸公家の殿下の継承を有したが、1886年に出されたビクトリア女王の直居上により、レオポルドと兄弟はイギリス領内に限ってより上位の王家の殿下の継承を許されていた。第一次大戦中の1917年、いとこのイギリス王ジョージ5世は国民の反独感情を思んぱかって、 王家の加盟をウィンザー家に変更し、ドイツ王公としての諸称号を放棄して、王室がイギリス国民であることを強調した。これに従い、イギリス王室の庇護下にあったバッテンベルク家の人々も、ドイツ国籍を捨てて、イギリスに帰化することになった。1917年7月14日の国王直居場により、レオポルドは皇使としての称号、継承を放棄して、 サーレオポルド・マウント・バッテンと名乗った。同年9月、レオポルドは、国王直居場により、皇爵の子息と同等の宮中赤字を与えられ、レオポルド・マウント・バッテン教と名乗った。1912年に、イギリス陸軍ライフル兵部隊所属の少尉となり、1914年に、中尉とされた。その後、陸軍隊に昇進している。1922年、 全部の手術中に死去した。意外は、フロッグモアの王室墓地に葬られた。ナンバー3374。ザ・ロンドン・ガゼット、旧ノーベンバー1917。ピアニッシ五百11592、11594。2007年11月15日閲覧。ヘッセバイラインロイヤルファミリー、コメンツ 25.1443QVD。 2012年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月5日閲覧。リリーブドオンゴジューン2010。レオポルトアーサー・ルイス・マウント・バッテン。リリーブドオンゴジューン2010。ありがとうございます。